上鉄バスでは今日からのダイヤ改正で地下鉄真駒内駅と南区の中野沢駅を結ぶ便など札幌市内の路線バス86便を減便して運行しています。不便ですよね。自宅の近くのバス停がちょっと減便になってしまって帰りちょっと、はい、大変です。一部区間が廃止された路線ではバス停の撤去作業が進んでいました。北海道中央バスでも今日から札幌市内発着のおよそ230便を減便しています。また室蘭や函館など道内各地の路線バスも減便されています。背景には運転手不足や運転手の時間外労働が制限される2024年問題があって新年度の市民生活に早くも影響が出そうです。